集合写真持ってます。あ、います多分。いるよ。います。はい。お、出てさ、オーブン買ってきた。あえてネズミ。リケース電気でオーブントースター買ってきた。いいなりました。一番あのケーズブランドの安いやつ。いただきます。はい、楽しい。いいね、はい、いい感じです。ありがとうございます。よろしくお願いします。これからもぜひおひいきによろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。俺はこうですね。もうこうですね。こうね。こっちね。はいはい、はい、YouTube 撮ってもいいんですか。何撮ってどうすんだよ。いや、あのこれ YouTube で今企画で、はい、よあの商店街にいる方を写真撮っていこうと、はい、これ何かある。 YouTube にあげます。これだけ撮っとく。あ、いいですか。だから一枚カメラ目線もらっていいですか。ありがとうございます。全然貢献します。俺いつもジム行ってたり、もう南区の協力者から教えてもらって。ありがとうございます。あ、私もいるかなと思って。ありがとうございます。ちょっと動画チェックします。なんか6月から配信されてるみたいなんですけど、はい、白構成が実際に出てる、うん、白菜の VR ドラマみたいなが6月にウェブから見れるみたいなんで、たくさんしてくれって小田先生に言われました。何すかこれ。これがタコの、うん、なんか出たタコ好きみたいになりますけど、まあ、一応説明しますと、はい、タコの登るところですね。ここ合戦する綱引き場ですね。あ、綱を引くためにここにね、マンホールあるじゃないですか、はいはい、これがタコの綱を巻く、うん、ボールが出ます。ミューンとボールが出て、そこに綱を巻いて、うん、そこから絞って。詳しい。愛に溢れてるわ。違う、やってたからね。やってたからね。もうね、あのね、もう人がいないんでね、あのウッディです。いや、髪切った後。いや、もっと、もっと、もっと動きがあるから。動きがね、動き全身がね、動き。今日夕飯なんなんですか。タピオカ。ないね。こんな感じで。あ、動画見えるか。こんな感じですね。はい。はい。ということで今ね、一瞬で始まるんで。永遠の距離。これめっちゃいいですよね。この絵が。はい、あ、めっちゃいいっす。オフ感あるよね。めっちゃオフ感あります。ちょっとラップ持ってもらって。ラップ持ってもらってもシャッターの決まり具合がいい。あ、めちゃくちゃメーカーに電話して出してるって聞いてる。あ、いいっすね。今日も通営業ですか。通営業。あ、私の高校生みたいな。ありがとうございます。ありがとうございました。何があったかもわからない。本当だ。え？これが白菜です。現実で白菜の場合は。はい、なんか好きなユーチューバーいますか？竹焼き町。竹焼き町。低評価の店行って。あ、そうです。ありがとうございます。すみません、お願いします。はい、ということで、はい、こんなさ、横断して吐くということじゃねえんだよ。これ重くね、何枚これ。え、いいね、めっちゃいいね。じゃ、座って俺、めっちゃ濡れてる。これ、プイってなんじゃない。あ、入んない、ケツケツかかってない。まあ、本番はタコ合戦ということで、うん、はい、まあ、タコ前にこの動画上がってると思うんですけど、これからまたどんどんやっていきましょう。はい、はい、タコもこんな感じでやっちゃうからねっていう動画なんです。いや、そうそういう意味のタコ前の動画、はい、そうなんですよ。ということで以上やってみました。ただ、とりあえず大丈夫でした。あれじゃ、なんだっけ、名前忘れた。なんかいけないね。めちゃくちゃダメ。ハンバーガー食うやつ。ハンバーガー食うやつ。メガネすげえかけてるさ、おっさんの。すごいいっぱいかけてるって感じがした。落ちました。
まあ、小高のシャプチャンチャンをご覧の方でご覧ください。ありがとうございます。はい、今日はメンチカツサンドをいただきます。